さん温度どうですか？寒さ、寒さどうですか？あ、でもちょうどよくなってきてるなっていう。はい。うん。ちょっと待って。ベッドから落ちそう。強い。いや、そんな強くなくて。やっぱちゃんとある程度押さないと効かないんですですね、そうですね、動かしづらいですね。
はい、じゃあまた倒しますね、はいはい、まず普通に倒してください。はい、上げていってください。戻す、ぐーっと頑張って、続けて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 、ぐーっと力入れ続けて、はい、あともう2回やりましょう。はい、うん、お願いします。もうちょっと頑張って、もうちょっと、まだ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 ついてね、まだ頑張ってください、まだ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 、はい、あと1回ね、はい、お願いします。ぐーっと頑張って、一息でやるぐらいで、ぐーっとぐーっと、もっともっと、まだまだ、もうちょっと、はい、いいです。ここまでやったところで、さっきのこっち側とこっち側とどうでしょうか。まあ比較的、うん、いらなくなりましたよね。そんなに倒しやすくなりましたよね。はい、どっちかっていうとこっちの方ができにくいぐらいかなっていう、はい、こっちは倒しやすくなりましたよね。はい、はい、一旦ちょっと顔ずれちゃったので前に戻ってきます。はい、四十個単位になりますよ。やっぱ背中猫背だと肩も前にずれ込むので、うん、動き悪くなります。肩甲骨も癒着しますし。どうしましょう。だから直してください、姿勢は。自分でやっぱりもっと動かないと良くないですね。丸めちゃってるなと気がついたら反らすようにしたり、ひねったり、体を姿勢を変えて直してください。胸のストレッチをしたりとか、そうですね、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!